はい、えー、こんにちはレトスノーノです3月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます受験勉強って限られた期間で限られた範囲の内容について高得点を取るゲームこのように言っているのはアザブ中学、アザブ高校、東京大学法学部卒で 元衆議院議院員の遠藤信彦さんです、まあ、受験勉強で言えば、まあ、プロレベルの方です麻布中学というとう偏差値70を軽く超える超名門中学校なんですねその方が上記のように加えてこのようなことも言ってますいかに能率的にやるかという方法を知っているかどうか小学校でこれを知れたらその後塾に行かなくても東大は行ける つまり、受験勉強で高得点を取るためには、その勉強法を知ってるかどうかっていう話なんですよ。で、それを小学校の頃にもし知っていたのであれば、塾に行かなくても東大ぐらいいけますよってこの方言ってるんですね。で、あいにく私はその方法を知ることができず、大学も1一回失敗してます。しかも私は高校2年生の秋から本気で受験勉強してたんですね。で、受験に失敗しました。 周りの友達っていうのは高校の3年の夏から勉強して国立大学に合格していくんですよ。なので私は周りの友達よりも半年前から勉強してたんですね。にもかかわらず私は大学受験に失敗。一方周りの友達は国立大学に合格。もうその時は私自身まあ本当に泣きました。まあ先生はね、高2の秋から受験勉強をしたら国立大学は行けるって言ってたんですよ。 だから私はそれを信じて勉強してたんですね。でも、勉強法は教えてくれてないんです。言われたのはとりあえず勉強量こなせなんですよ。だから私は勉強量こなしてたわけなんですね。でも結局、蓋を開けてみたら私の方が点数悪かったわけなんですよ。つまり勉強量を増やすだけでは合格できないってことなんですよ。だから何がダメだったかって言ったら、まあ、勉強法を知らなかったから、もうこれに尽きるんですね。 ゲームに勝つための攻略法を知らないからゲームに勝てないんですよ。受験勉強も同じなんです。受験で合格するための攻略法を知ってるか知らないか、もうそこに尽きるんですよね。卓球も高校受験や大学受験と同じく試験範囲があり、2時間以内に50問解くという制限時間があり、その中でより高得点を取った人が合格するわけですよね。でそのための方法があるんですよで。それを日々実践できるかどうか。 これが合否を分けるって話なんです単に勉強するだけだと私の大学受験のように人一倍勉強したのに不合格ってなりますからねいま一度勉強法を考えましょうそして個別指導ではこの勉強法をお伝えをして実践していただけますそして今年の受験にもまだ間に合いますんで今年絶対合格したいという方は私と一緒に勉強して今年絶対合格しましょう個別指導の概要についてはこの動画の最後にお知らせいたします では問題に入ります。A は第三者 C の詐欺により、A 所有の土地を B に売却し、B は全有価質の D に売却をし、移転登記もなされた。その後詐欺を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合、A は D に所有権を主張できる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。 詐欺による取り消しは取り消し前の善意無過失の第三者には対抗できません。で、本市っていうのは、第三者 C が善意有過失っていう状況なんですね。問題文を振り返ると、C さんが A さんを騙して、で、A さんは騙されてこの土地を B さんに売っちゃったと。で、B さんはその土地を D さんに転売した。D さんは詐欺の事実を知らなかったけれども、それに対して落ち度があった。有過失は落ち度があったっていう状況ですね。 で、D さんが善意無過失であれば A さんに対して所有権主張できるんですけども今回有過失なので D さんは A さんに対して所有権主張できないんですね逆を言えば D さんが有過失だから A さんは D さんに対してこの土地は自分のもんだっていうふうに主張できるんですよなので今回の問題文 A は D に所有権を主張できるっていうのは丸になるということなんですね でそしてこの問題なんですけども、解説をそのまま覚える方いるんですね、この解説っていうのは、詐欺による取り消しは、取り消し前の善意無可欠の第三者には対抗できないと、このルールをそのまま丸暗記する方いるんですけれども、それだとですね、すぐ忘れちゃって、実力ってつかないんですね、きちんと理解することが重要なんですよ。で、今回、特別にどのように理解をするのかっていうところをお伝えいたします。 まず A さんについては詐欺を受けているからかわいそうですよね。また、それを落ち度なく知らずに買って、その後取り消された場合、第三者 E さんもかわいそうですよね。今回 E さんにしているのは、あの D さんっていうのはさっき善意有価質だったので、落ち度がある場合なんですよね。だから今回ちょっと別の事例で、落ち度がなくて知らない、つまり善意無価質の場合を考えています。それが E さんだったということですね。 なので、ここが E さんになって、ここが善意無過失になるという事例です。そうすると、A と E、どちらがかわいそうかって考えるんですけども、A さんは詐欺を受けたものの、騙される側も多少悪いですよね。落ち度があるわけですよ。騙される方にも多少落ち度はあるわけですね。一方で、第三者 E さんっていうのは善意無過失ということなので、全く落ち度なく知らない状況なんですよ。 そう考えると、A さんは多少は落ち度がある、E さんは全く落ち度はない、じゃあどっち保護しますかって言われると、やはり無過失の E さんを保護するのがやっぱ妥当ですよね。だから、過失なく何も知らない E さんを保護しましょうっていう風なルールにしているわけです。これをまとめると、詐欺による取り消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者、今の事例で言ったら E さんですよね、は保護されるんだ。つまり、 E さんは所有権を主張できるんだという風になるわけです。言い換えればこの第三者 E が悪意もしくは有価質の場合っていうのはこの第三者 E は保護されずに A さんが保護されるよ ということになります、まあ、今回の問題文、D さんは有価質だったので保護されません。A さんが保護されると。詐欺を受けた A さんが保護されるというふうになるわけです。まあ、このようにやっぱり理解しながら学習すると、勉強って楽しくなりますので、ぜひです、ね、理解しながら学習していきましょう。で実際、個別指導ではこのように分かりやすく、えまた楽しくですね理解しながら勉強できるようになってますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で問い2ですね。高研知事勉強の宅建業者 A が 高県知事から宅地建物取引所の交付を受けている C を専任の取引士とした場合 C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならないルか×かという問題ですね。で答えはこれ×ですね、えー。そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは住所や氏名が変更になった場合なんですよ。で今回住所や氏名って変更してないんですよね。ましたがって 書き換え交付申請をする必要はありませんえ住所や氏名を変更した場合っていうのは変更の登録申請をすると同時にえ宅建支障取引支障の書き換え交付申請もしなければなりません、まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目になってきます分からなかった方は重要ポイント覚えられていない証拠なのでしっかりえ押さえておきましょうまたですねボンミスこれすごく注意していただきたいんですよねこれボンミスをするってことは これ理解でできていないなな証拠なんですよで。何が理解できてないかというと問題文を理解できてないんですよねで問題文の理解って実は達見に合格する上で一番重要なことなんですよ解説を理解するよりも問題文を理解するっていう方が重要なんですねなので、まあ、個別指導では一番最初に問題文をどうやって理解するのかここをお伝えしてますこれはですね予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね なので、自分自身で研究しながら、そこは理解を深めていくっていう形になると思います。なので、自分自身で、あ、じゃあどうやって問題文理解したらいいのかわからない。また、読解力がないという方は、ぜひ個別指導、ご検討ください。読解力ない方であったとしても、私がお伝えするやり方をすれば、読めるようになってきますので、ご安心ください。またですね、個別指導を受講すれば、今回の書き換え交付申請以外で、重要な部分、これもポイントの動画がございますので、そちら見ることができます。 まあ今回、ボンミスをした方、また、つなげて覚えるポイントがどこなのかっていうのがわからない方っていうのは、おそらく理解できていない可能性が大きいので、今すぐにでも勉強の仕方を変えていきましょう。覚える勉強、つまり丸暗記学習ではなくて、理解学習に変えていく。これがすごく重要になります。で、問い3ですね。市外化調整区域内に所在する、農地法第3条第1項の許可を受けた、面積6000平米の農地を購入した A は、 事後届出を行わなななければならないいかかという問題です答えは×です。農地法3条の許可を受ける場合には、例外として国土利用計画法の事後届出不要なんですね。よって事後届出で行わなければならないと書いてあるので、これは誤りだということですねで。対比して覚えていただきたいのは、農地法5条の許可を受ける場合っていうのは、それだけで届出不要とはならないんですね。 もし、市街化調整区域内の面積6000平米の農地を購入した場合、一定面積以上の土地を取得したことになります。まあ、今回、市街化調整区域なんで5000平米以上ですよね。これが一定面積以上になるんですけれども、6000平米の農地なので、一定面積以上です。したがって、この場合っていうのは、飼い主は届出が必要になるんですね。5条許可を受けて、 市街化調整区域内の6000平米の農地を購入した場合は、飼い主は事後届けが必要となります。で、これ、なぜこのような違いが出てくるのか、これ、理解するとですね、3条、5条、どっちがどっち行っても覚えなかったとしても、これ、答え、導けるんですよ。 でこの点ちょっと長くなりますので個別指導でお伝えいたします、まあ、こういった部分をちゃんと理解していくことによって頭に定着していきますのでそれが合格につながるんですね、まあ、これ1問だけだったら1点ですけどもこういった部分っていうのはたくさんあるのでそれを積み重ねていくことによって確実に点数を重ねていって合格を勝ち取ることができるということです個別指導の動画については左上の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました 卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう